スティーブン・グルーム・ブリッジ観測に用いた四五巻グルーム・ブリッジ四五巻スティーブン・グルーム・ブリッジはイギリスの天文学者。天極付近の星の星表中国星表が1838年に没後、出版された。ケント州グードハーストに生まれた。西インド諸島との取引をする織物商であったが、1806年にロンドンのブラックヒースに、 施設天文台を作り観測を始めた。1815年からは観測に専念した。1820年、王立天文学会の設立メンバーとなった。四五管を使って北極星の周り50度の範囲にある8から9等星までの構成の観測を行った。その成果は没後、中国製表として1838年に出版された。 中国製表には、フリードリヒビルヘルム・アルゲランダーによって1842年に、当時最も大きな固有運動を持つことが発見された、グルームブリッジ1830が含まれている。ありがとうございます。